おはようございます。いや、12時間って早いなと思いますよ。今からね、あと1時間で出なきゃいけないんだけど、速攻でお風呂入ってシャワー浴びて街へ繰り出していこうかと思います。はい、ということでね、お風呂気持ちよかったです。でね、最後にね、無料のコーヒー1枚カードを使っていただきました。クリーム少し入れてしまいましたが。でね、今日の朝ごはんは、こちら優雅にね、朝ごはん何でしょう。カールオスで買ったやつ。そうなんですね、このチョコチュロっていうベルギーチョコと、あのローソンで一番美味しいと言われている大きなデニッシュドーナツ。これ本当一番美味しいよ、絶対。俺一番好きなんだよ、本当に一番ずっとで、なんかね、新発売かな、わかんないね。なんかチュロッキーを丸焦げにしたようなやつがあったんで、面白かったんで買いました。優雅に朝ごはんですよ。もう昨日だとさ、働いてる時間だよ、もうせっせとせっせと。そんな時にこうコーヒーを飲みながらさ、朝過ごせるなんて。でもね、退出時間なんだよね、あと2分で。でも10分ごとに料金が100円プラスなんだよね。10分ごとに料金が100円プラスなんだよ。つまりこれどういうことかわかるよね。あと9分入れるんよ。あと9分待ったりできるっていう。じゃあゆっくりしよう。こうして今ね10時なんだけど、こうしてみると、あの昼の歌舞伎町ってすげえ平和だなって。そこら辺の東京の街って全然変わらないんですけど、なんか京都と東京の違いちょっと分かってるんですけど、京都ってあの神社とかさ、お寺とかさ、いろいろあってさ、大体が6時ぐらいに閉まるんだよ全部。大体お店とかね、錦市場とか寺町とかも楽しいところって6時ぐらいまで、なんか6時ぐらいまでが楽しいんだよ京都って。でも多分東京は夜が楽しいんだよね。分かった、昼楽しいのが京都で、夜楽しいのが東京。めちゃめちゃ極端だけど、なんかそんなイメージを持った俺は。ちなみに今行ったネットカフェはね、まあ、基本的に1時間600円ぐらいでした。で12時間で2600円ぐらいで、僕が今から行くのは、フリータイム、何時間使ってもよくて、それで1食分ついてくるっていうので500円とこに行きます。はいフリータイム500円、その名もマクドナルドです。はい、行きましょう。ドトールが4階、すげえな、新宿だ。急遽予定を変更してます急遽予定を変更しました。もっといい方法があることに気づいた。いや、やっぱりね、あのマクドナルドいてもさ、6時間いたとしても、まあ、500円かかってさ、ただネットいじるだけじゃん。それじゃもったいない。せっかく東京に来たのならさ、今日東京観光してえなと思って。でもお金がない。だから200円でね、見つけました。200円で東京観光できる方法。そうなんです、その名も山手線途中下車なしの旅。はい、ということでね、山手線をね、途中下車せずにただぐる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 回って外の景色を眺めるっていうね、旅に変更しました。最終下車駅はあの渋谷駅なんで、新宿から渋谷駅の200円だけかかって、他はなしと。で東京のね、いろんなところに行けるんで1周60分かな。まあ何周してもいいんだけど、まあ飽きるまでやろうかなと思います。はい、ではではまた。有楽町駅の駅で降りて、今有楽町で降りてね、先頭まで歩いてきました。ここから乗ってね、景色眺めていこうと思います。山を登る恋子が
考えても食べ過ぎた。ぐい。なんでやろう、この旅一番食べたかもしれん。この旅で500円ワンコインの牛丼セットなのにさ、肉がしっかりしてるんだよな、すき家って。ほんとパーカーさんも言ってたけどさ、いや歩くだけできつい。ちょっと山手線ぐるぐるしながら休憩するわ。山手線で動画編集と昼寝と一服同時にやりましょう。そうなんです、花園神社ですね。東京にも神社がある。京都とか宮古の神社だけどさ、東京で神社を見えるなんて、これがか。別に神社が好きとかじゃないんだけど、なんか東京観光無料楽しいみたいな感じで調べたら出てきたんだよね。で、頭にはいいかと思って来てみました。神社だな。なんか芸能の神様なんてがいるらしくて、で俺神社もいいんだけど、神社このお寺、いや神社だね、神社もいいんだけど、あのなんかこの先にゴールデン街、新宿ゴールデン街っていうなんか芸能人とか俳優さんとかがよく来る通りがあるらしいよ。どこなんだろう。で、そこをね、探していくと思います。鳥居直しラボに来てました。ロボットレストランって書いてあるんだよね。ロボットレストラン20メートル先右折。なんかめっちゃ気になるな、ロボットレストラン。ロボットが料理してくれるのかな、それともロボット型のオムライスみたいな。いや、意味わからんな。探したけど、ゴールデン街らしい、ゴールデン街劇場って書いてあるし、なんかね、海辺の水族館とか、間違えた、海辺の映画館とかね、不思議な建物が多かった。あとなんか確かにね、車道に行ったらね、すごい大きいビルとかがいっぱいあった。ここなんだ、怖いな、異質だな、暗いな。裏路地みたいな小さい店がいろいろありますね。花園三番街、これがゴールデン街、もしかして違う。違うか。ありました、ありました、これですわ。このなんか三通りぐらい、やっぱこの裏路地が新宿ゴールデン街ってとこなんだね。ここでなんか飲み歩きしたりするらしい。バーしかない、ほとんどバー、8割がバー、10割かもしれないけど、だったら来ようって。
ングのブックオフが見つからないと、ここら辺にあるはずなのに、どこどこどこって探して、ふと上を見たら、そうなんです。ビルなんです。ビルの中にあるこれね、開けた時ね、フリーズしましたね。もう何を頼んだかね、思い返したんですけど、まあ、ライスバーガーの照り焼きです。でね、うわ、これ完全に作りかけやって思ったんですけど、まあ、レタスも肉もタレも入ってて、これで完成だということにね、0.5 秒後くらいに気づきました。結論を言うと、パンの方がいいです。はい、おはようございます。起きました。今日はね、ペットタイムの時間5時47分ってことでね、夕方どうです。じゃあ今日もね、頑張ってバイトしていきましょう。